はい、前回は、X 線がですね15分待ちました。うん、いいと思います。じゃあ次、まず、仮測定してみたいと思います。まず大丈夫ですね。じゃあまず PC 立ち上げます。 PC は電源はこちらですね。ちょっと長押しになります。だいたい1、2ぐらいでいいです。そしたら電源が動きます。ああ、ちょっと品面見るのは良くないですね。ごめんなさいね。うん、まあ会社名出してる時点で、装置の片目出してる時点でまああれかもしれないですけど。はい、ここはエンターでいいです。これ出たら、この表示出たらエンターです。エンター、エンター。で待ちます。まあ企業名入っちゃったけど、まあしょうがないですね。まあこれもあんまりちょっと見せるものではないですね。そこでこれここに出てきます。コントロールコントロールとアルトとあとディールですね。ちょっと難しいですね。すいませんね。コントロールとディールと押します。今押しました。ごめんなさいね。ディールは、ここにあります。これとこれ同時押しです。これとこれとこれを同時押しですね。で、それしたら次の画面になります。そしたらこれは OK でいいです。ちょっと待ちましょう。うん、なりましたね。では次ですね。うん、で、いくつか待って砂時計がなくなったら、まずカードラックパワーというところ、ちょっと見えづらいと思うんですけど、ここにカードラックパワーというのがあります。これをオンにします。あ、ちゃんと真空度を確認してくださいね。何事もいろんな操作するときには確実に真空度をチェックします。で、カードラックパワーを押します。ポチッと、こんな感じです。押して次にちょっと持ち替えますね。次にこちらにある PC アクセスというのをダブルクリックします。ここにマウスがあります。ダブルクリック、こうですね。で、ちょっと待ちます。なんか焦点が当てないで出てきますね。なんでですかね。僕らも触ってないですね。で、今持ち替えますね。何か触ってんのかな。で、ここで何かこういう不穏なのが出てきますけど、これ気にしならずにこちらでもいいですし、こちらでもいいです。どっちでもいいです。これでもいいです。そしたらこんな画面になります。うん、こんな画面になります。で、この画面のどこを使うかというと、この上の方、白くなってちょっと見えづらいんですけど、ちょっと分かりづらいですね。こんな角度で見せればいいかな。うん、いくつか項目があると思います。こんな感じですね。こんな感じで出てます。で、これのまず通常はサンプルセットアップ、最初に使ったサンプルセットアップの DIR を使います。そうするとここにこうやってデータで EML っていうのがありますので、ここにクリエイトで使えばいいです。クリエイトボタン、あ、ごめんなさい、見えてないですね。ここにクリエイトボタンがあります。この灰色になってる部分は今現在地です。で、クリエイトディレクトリを押してここに入力するわけですね。例えばテストにしてみましょうか。ちょっと白く撮れて分かりづらいと思うんですけど、これ綺麗に映らないですね。テストって押したらエグゼキュート、あ、ここに好きなのを入れてもらってエグゼキュートです。
そしたらできますテストっていうのはありますね。ここにでさらに作りたいときは同じようにクリエイトディレクトリで管理します。例えば今日の日付2017年の8月15日、ああまだちょっと見えづらいですね、今日この日なんですけど、これをリクエストで出ますと、そしたらここにできてます。これはこちらの十字キーでさっきも変えてましたけど変えてもいいですし、あとはこいつのマウスで変えてもいいです。例えばこれをここにこうして灰色になっています。それが終わったらエグジットボタンを押します。これでいいです。そしたら次はアクアイアセットアップで、最初にあるのはサーベイです。このセットアップサーベイ、ちょっと画面もう一回広く見えますね。こんな感じになってます。ここの部分のアクアイアのセットアップサーベイです。そうしますとプリビアスがニュートが出てきます。まあちょっとまた飛んじゃうな。こうやって出てきますプリビアスニュートで、これの例えばプリビアスでもニューでもいいです。例えばニューにしましょう。ニューを左クリックしてこっちクリックしてこうなりますから、こうなりますね。そしたら次は右クリックします。右クリックってこっちのことです。やってみますよ。パチッとなるとこんな画面になります。うん、いやよくわからないねってなるんですけど、それはまずロー、最初に低いエネルギーの束縛エネルギーいくつかっていうのを入力します。通常はですねサーベイモードバイオスキャンと一緒なんですけど、まあちょっともうちょっと近づきましょうかね。この時にはマイナス1ぐらいでいいです。でエンターを押します。で次アルミ線源使う場合は1401でいいです。でエンター、そしたらマイナス1から範囲が1401で最後1400までいくってことですね。でレゾリューションはこの3つタイプがあります。こっちからこっち、サーベイからユーティル HRES ハイレゾリューションになるにつれて分解をよく測定することができます。でワイドスキャンの時はサーベイでいいです。そしたらサーベイ選ぶと自動的にこれになります。例えばユーティル選ぶと、あこれ選べないとできますねまあこれになります。で次に選ぶところなんですけど、この時間ですけど時間いくら入れてもいいです。例えば2000とか入れてもいいです。入れられます。入力できます。2000分経ったら止まるようになります。まあいいです、別に自由に止められますから。で次に宣言セットが選べます。今はアルミニウムの、スタンダードコンベンショナルって言ってるのはここではアルミニウムのスタンダードのことなんですけど、それが選べます。で、そのうち立ち上がると思う、上げられると思うんですけど、ヘリウム光源も選べるようになってます。アルミ、そして、あとここには本当はセットアップを変えるとモリブレマグネシウムになったりできます。であと他にもアルミニウムのモノクロ 2mm と 7mm のやつが選べるようになってます。まあ今回はさっき立ち上げたように総スイッチ、つまりアルミニウムスタンダードを、あじゃあ、スタンダードコンベンショナルのものの、しかもアルミニウム宣言を立ち上げるということになってます。でパワーはここに書いてあるように400ワットになってます。いいですね。でイエスですね。でこれでいいです。あで一つ、忘れてたんですけど、 PC が立ち上がったらこの、切り替えをエクスターナルにしておいてください。もうずっとエクスターナルでいいです。でちょっとエクスターナルしてみますね。こうなります。でこちらが消えて、しかもこの表示も消えますけど気にしないでください、大丈夫です。であとこちらの線も消えます。ちょっと電源を落としてみますね。こういう風に X 線がもう消えてます。だから気にしないでいいです。エクスターナルにしてこうなることは覚えておいてください。だからあんまり気にしたくていいです。こっちのボルテージも消えてます実はね。でもこれはそのままもう設定はいじらないでください。うん、このままにしておいて、エクスターナルっていうのはこの PC で制御するという意味です。でこうなってます。であと いくつかちょっと見ていきますと、ニュートライザーはオフでいいです。でまあちょっと絶縁体を使ってどうしてもモリブレマスクとあとはカーボンテープで貼り付けてもダメな時にはオンにしなきゃいけないんですけど、それ以外は大丈夫です。であのテイクオフアングルは45度にしてください。コンベンショナル使うときは常に45度、この
スタンダード使った245度でいいです。アルミのスタンダードね。で、あとはこのアノード2のアルミパーが400であるのを確認して、で、マルチパックがイエスで、良ければその後はこの一番上にある、ちょっと見えづらいと思いますけど、アクワイヤーってボタンを押します。じゃあ押してみますね。ポチッと左クリックでいいです。そうすると今ちょっとこの画面が真っ黒になってて何も映ってないようになりますけど、こういうふうになりまして、で、結果が表示されます。うん、でこうやって、XPS のスペクトルが取れるわけですね。うん、で、ここにサイクルというのがありますね。で、2になってます、サイクルが。で、今、測定しているのは表面汚いものなので、まあ大体そんなにたくさんやらなくていいです。1回でも十分です。ちょっと説明するために今長くやってますけど、1回ぐらいで十分です。で、今度サイクルストップをボタンを押します。ここにあります、サイクルストップというのがあるんですけど、これを左クリックします。そしたら止まるようになります。ちょっと止まるまで待ってくださいね。今測定してますね。うん、で測定が終わるとこんなような画面になります。いいですね。で、これ右クリックするとここが消えます。じゃあここまでやったら、これちょっと分析してみましょう。まずこれをちょっとずらして、で、ここにマルチパックっていうのがあります。ちょっとね、見えづらくて申し訳ないんですけどね、ここにマルチパックっていうのがありますね。これをダブルクリック、左でダブルクリックします。ここね、ここワンツーってやります。そうするとこんな画面が出てきます。うん、で、ここからまずやることは、まずファイルオープンで、さっき自分が作ったディレクトリですね。これは点々っていうのは上の階層に行くってことです。上のフォルダーに行く。で、今日テストって作りました。まだ上に行きます。ここにテストっていうのがあります。ありますね。で、これを左ダブルクリックすればここにまた出てきます。で、これ今日日付のやつ作りました。そうするとこの上に表示が出ます。で、ここにどんな状態で測定したのかが出てきます。サーベイモードの一番目のやつですよってことですね。で、これを左クリックしてもう一回ダブルクリックするとこういう風に画面が出てきます。うん、で、これを分析するときどうすればいいかと言いますと、まずここの上の ID ってボタンがありますので、これを押します。そうすると機械が勝手にまず大まかにどんなのがあるのかを分析してくれます。例えばここのピークが、炭素由来のオージェ、炭素由来のオージェ、あとカッパ銅ですねっていうことですね。他にもあります。で、この右側に、テーブルが出てます。で、これをですね、もう一回つけたり消したりします。例えばカッパーがあるのは確実なカッパーで、表面汚れてるので炭素はいいです。で、もう一回オウもやります。こうやってこのようにしてします。そうしますと、まあちょっとカルシウムは除きましたけど、より前からあるデータに沿ってピークの同定をしてくれます。で、いくつかわからないところがありますね。これノイズかもしれないですけど、もう少し貯めたらフォントかもしれないです。で、わからないときはどうするかというと、右クリックをしながら、押しながらずらしていきます、カーソルを。例えばやりますよ、右クリックしながら。そうすると このピーク位置には何に対応するのかという候補が出ます。例えばナトリウムとか、あとは TL とかですね、 NA とか TL とか、ここの部分だと何にもないよと。何にもないからこれはノイズでしか考えられないですね。あとはここの部分とかですね、この部分もあんまり見えないですね。
ちょっと重なって見えづらいっていうのがありますね。ここの部分とかもいくつかないので、あ、ここはちょっとあるかな、うん、ここは NA、 あ、ここは何にも書いてないので、もしかしたらないかもしれない、貯めたらないかもしれない。でここはちょっとありますね。でこうやってこう他に効果できますので、出てきたものをこちらのものでクリックしてあげるってことですね。今回はちょっとため時間が悪くて、これ信号とノイズ、このノイズはいっぱいのかかってるんですけど、このノイズ比が悪いです。なのでスキャン回数を増やして、ためなきゃいけないことが分かります。でさらにここに酸素、ちょっと見えづらいんですけど O1S って書いてあるところがあります。ここにも O があります。でここに C1S もあります。つまりこれ汚れてるんですね。大気に一度出したものっていうのはこうやって 酸素とか炭素が出てきます。特にカッパーとか金とかはここのピークの位置に近いところに出てくるんで、酸素と見間違える人が出てくるんですけど、ワイドスキャンではですよ。だから気をつけてください。酸素は531エレクトロンボルト近くに出てきます。炭素は272かな、ちょっと待ってくださいね、ちょっちゃん調べなきゃいけないですけど280金近くのところに出てきます。なのでそれちょっと理解しておいて、でこの後はアルゴンスパッタで、あれですね、綺麗にスパッタリングしなきゃいけないということは分かります。ではちょっとかなり汚れてるのでアルゴンスパッタリングをこの後やりたいと思います。まずその前にこれを綺麗に閉じます。まずはファイルのエグジットで、このタイプのものもちょっと見えづらいですけど、システムコントロールのエグジットプログラムで Yes 押します。で終わりました。で次にボードもカードラッパーも一応消しておきましょう。でこれで消しとく。でこれで以上で、洗い測定終わりました。じゃあ次回は、アルゴンスパッタリング、あのあれですね、あの装置を、使うようにしたいと思います。使って表面をきれいにしてみたいと思います。